造花は古代中国の諸子百科の一つであり、また伝統的な四部分類の古部の一つでもある。儒家、道や、法家、牧家など、諸家の説を主者、総合、三尺した学派である。造花の代表的著作には、新来の漁夫威、漁春秋と全巻の漁案、ナンコがあるが、いずれも一人で書いたものではなく、多数の学者を集めて表したものである。 両子春秋が十家の思想を基本に置いて書家を接中しているのに対し、ワイナンコでは根幹を同家に置いている。また、同家のうちで老子と創子を平称していることも特徴的である。ワイナンコの古事生語から象徴的なものを引用するのであれば、鹿を追うものは山を見ずの子が端的に増加の思考成立を表したものと言える。このほか、増加に 何を含めるかは、揺れが大きい。例えば、移領詞は、漢情形文詞や、随所形跡詞では、増加とされるが、四個前書では、閉化とされる。また、四個前書では、所属する書物の数が少ないものをまとめて、増加に統合したため、従来の牧歌、名歌、重王歌はすべて増加として分類されている。ありがとうございます。